F00 ガーガンのマグネット鋼鉄稼働実験を開始します。総員、所定の配置についてください。見学をされる方は係員指示に従い安全な場所へ移動してください。繰り返します。まもなく RX78 F00 ガンダムのマグネットコーティング稼働実験を開始します。総員、配置についてください。マグネットコーティング稼働実験を開始します。あと10分。
聞こえてくるんだ。君は誰か。自分は何だろう。ガンダム N00 のパイロットだ。ガンダムのパイロット神にまさに違う神ではない。ここはどこなんだ。地球なのか。私は僕は悪夢。ガンダムのパイロットだった。悪夢へ守られよ。あの伝説の夢だった。僕は最後兵に宿った悪夢の記憶。君たちのオリジナル AI だ。守られよ。特殊スープの地球を救おうとし、私はアズナムと一緒に消息不明になった。そう聞いている。そう、あの時の記憶ならはっきりと覚えている。隕石落としを止めるために、敵も味方も関係なく、あの場にいた全ての人々が力を貸してくれた。サイコフレームの輝きに導かれるように。なんだ、N00、聞こえているのか。なぜ自分の命を懸けてまでアクシスを止めようとしたのか。それは自然なことだよ。未来に向かって人の可能性をつないでいく。そのために必要なことが命だってかけられるということだ。誰だ、誰が話しているの。間違いありません。音声信号は F00 自身から発信されています。まさか、オリジナル AI。 オリジナル AI が自らの意思でメッセージを送っているというのか。君もカンタムの体力なら分かるはずだ。チームThank you.
今回の RS78F00 ガンダムのマグネットコーティング稼働実験終了しました。次回の稼働実験をまたお待ちください。 RS78F00 の高機動モードの設計データはファクトリー内のアカデミーで見学することが可能です。どうぞこちらもご覧ください。